安倍正宏は、神奈川県川崎市高津区出身の元プロ野球選手、コーチ。2015年より埼玉西武ライオンズの一軍、打撃コーチを務めている。横浜高等学校では、幕田健二と共にクリーンアップを打ち、AS に松井光介を要するチームで4番として、第78回全国高等学校野球選手権大会に出場。 初戦の二回戦で山田明親を擁する北、佐賀高校に勝利したが、三回戦で四強入りした、福井翔に敗れた。高校では二学年先輩に、田村一志、斉藤義士、木田翔一、矢野英二、一学年先輩に、横山道也、一学年後輩に、植地雄介、二学年後輩に、松坂大輔、小池正明、後藤武俊、小山義雄がいた。矢野、 後藤とは、大学でも一緒にプレーした。高校卒業後は、法政大学に進学し、1年春から、ベンチ入りすると2年から三類一種、遊撃種のレギュラーとして、同期の広瀬淳と共に3番や4番を打ち、リーグ優勝に貢献した。2年秋のリーグ戦では、首位打者、打点王になり、明治神宮大会では、本類打を放って4強。4年時には、 大学選手権8強入り。リーグ戦、通算82試合出場、281打数82、安打、打率、292、6本塁打、42打点。ベストナインに2回選出されたほか、シドニーオリンピック予選野球日本代表に選ばれた。2000年のドラフト会議において、大阪近鉄バファーローズから4位指名を受け入団。 2001年4月15日の対日本ハムファイターズ戦でサヨナラアンダを放つなど12年ぶりとなるチームのリーグ優勝に貢献したがショーン・ギルバートの入団もあって育成重視の方針から2軍での出場が多かった日本シリーズでは第3戦で出場機会があった2002年は ギルバートの対談に伴い、ほぼオレギュラーの座を獲得する。打率は2割を少し上回る程度だったが、安定した守備で、高須洋介などのライバルを凌駕した。2003年は、課題の打撃で成長が見られ、流し打ちの精度を高めることで、出塁率を上げ、シーズン終盤まで3割を維持し、オールスターゲームにも監督推薦で、初出場を果たした。階段順で、 粘り強い打撃を見せ、規定打席に到達して打率、291を記録。2004年は再び打率を落とし、オフの球団合併に伴う分配ドラフトで、オリックスバファローズへ入団。2005年は、大木明監督に、レギュラーの座を与えられ、大学の先輩でもある、荒井博正一軍チーフ兼打撃コーチの指導もあって、規定打席不足ながら打率、281を記録。 対横浜ベイスターズ戦では、同カードの初戦を中継したテレビ神奈川が、横浜高校時代の安倍と、東院学園高校時代の平野圭一の、神奈川大会の活躍を撮影した VTR を流した。2006年は、右手首の故障で離脱している間に、後藤高村が遊撃手のレギュラーとなり、復帰後も活躍できず打率、217だった。2007年は、 大学の後輩である大引刑事が遊撃手のレギュラーとなり、2番、2類種で開幕スタメン出場した。しかし、シーズン序盤に離脱して復帰後も8月にゼフ不調に陥るなど、甲不調の波が激しく、右投手に極端に弱いこともあって後藤との併用が最後まで続いた。6月2日の対横浜ベイスターズ戦で復帰、スタメン出場を果たし、 0から0で迎えた7回裏に、三浦大介から、決勝的時にルイダを放った。この試合はナイターだったが、試合後のヒーローインタビューでは、二軍はほとんどデーゲームなんで、今の時間は、昨日までならもう疲れて寝ている時間ですと答え、場内の爆笑を誘った。2008年は極度の打撃不振に陥り、55試合に出場して打率、218だった。2009年は、 後藤と大比の故障により7月29日に一軍昇格。当初は主に二類手として、後藤の復帰後は主に三類手としての出場が多かった。打撃面では小技の上手さなどを買われて、主に坂口智隆と一、二番を組んでいたが徐々に打率が下がり、シーズン終盤には下位打線を打つことが多くなった。前年より少ない46試合の出場だったが、 打席数は前年を上回り、打撃成績も向上した。2010年2月19日に赤田翔吾との交換トレードで埼玉西部ライオンズへ移籍。大学の同期だった GG 佐藤と再びチームメイトとなる。一席当初は代打や中村荒野の守備固めでの出場がメインだったが、中村の離脱後は相手先発投手がサウスポーの際。 またのイヤゴロの多いホアシカズユキが先発する際は三塁手種としてスタメン出場する機会が増えた。打率256出塁率372大左投手の打率は307を記録し控え内野手として戦力となった。2012年10月1日戦力外通告を受けた。10月30日に同僚の大島博之 平尾博次と共に任意引退工事された。2013年からは球団職員となり、地域事業担当として、ライオンズアカデミーの業務をはじめ、地域貢献活動に携わる。2014年10月11日に、西部の一軍打撃コーチへの就任が発表された。2019年シーズンからは、二軍打撃圏外野守備、総類コーチに配置転換された。 島マ・信に代わり、地位深くに昇格した。右打ちとギダがうまい高打者。左投手に強く、相手先発が左腕の際はスタメン出場することが多かった。守備は堅実で、守備範囲が広く、柔らかいグラブさばきで二塁、遊撃を中心に、内野全ポジションをこなす、ユーティリティープレイヤー。現役時代の晩年は主にスーパーサブとして活躍した。 ありがとうございます。